シュマンは阿蘇市内牧にあります夢追い荘にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、はい、お名前と年齢を教えてください。はい、名前は瀬戸口豊です。年齢は今25歳です。瀬戸口さんは、はい、お住まいはどちらですか？は内牧ですね。はい、瀬戸口さんがこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経ちますか？は8年ぐらいですね。8年ぐらい、はい、じゃあ高校卒業後。そうですね、もうすぐ。はい、きっかけは何だったんですか？きっかけはもう元々お父さんがここを社長としてやってて、はい、もうその流れで自分もここで働こうと決めて、ここでいろいろ仕事をしてます。入られてからはどんなお仕事をこれまでされてきたんですか？入ってからは、フロント、うん、食事どころ、うん、厨房ですね。うん、はい、じゃ今ね、装いからすると厨房で。そうです、今は厨房で頑張ってます。あ、厨房ってどんなお仕事があるんですか？厨房は、うん、そうですね、盛り付けとか、うん、千切りとか料理作ったりとかですね、うん、いろいろ楽しくやってます。うん、夢追い荘といえば夕食のね、はい、バイキングがとても豪華で有名ですけれども、 はい、その調理場での、はい、やりがいというか楽しいところがどんなところでしょう？やりがいはやっぱり、うん、だんだんレベルアップ、自分がスキルアップしていくことですね。うんうんうん、それでだんだんできることもどんどん増えていくんでですね、うんうん、そこが一番楽しく頑張ってます。うん、じゃあ料理上手な男性に、はい、そうですね、成長中ということなんですね。はい、はい、じゃあちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、はい、今25歳そうですということで、はい、結婚願望は？結婚願望はあります。ありますか？はい、何歳ぐらいまでとか？なんか、まあ、30までにはやっぱりしたいですね。なるほど。はい、じゃあどんな女性がタイプですか？現在は？はいません。あ、彼女はいない、はい、と。どんな女性がタイプですか？まあ、やっぱ可愛い女性ですね。はい、そうですね、きっとね、あのイケメンなのでお互いに絡むとね、とても美男美女になるんでしょうね。可愛い女性と絡むと、はい、じゃあそんな方ともし阿蘇市でデートするならどこがおすすめですか？まあ、やっぱりもう阿蘇といえば阿蘇山じゃないですか。そして温泉は？はここでぜひ、はい、そうですね、夢追い荘ですよね。はい、はい、では最後にですね、はい、こちらのカメラに向かって、はい、お勤めの夢追い荘の、はい、PR お願いします。はい、夢追い荘はですね、家族風呂もありますので、もう阿蘇市内の方もですね、もうすぐ来てもらっても入れますので、ぜひお待ちしてます。はい、瀬戸口さんがね、担当しているバイキングもおすすめです。私もね、何回かけたことがあります。とても美味しいですよ。では最後に一緒に決めポーズ、はい、これですね、はい、はい、ではいきます。はい、今月のフレッシュマンは阿蘇市内牧にあります夢追い荘にお勤めの瀬戸口さんをご紹介しました。いきますよ、はい、せーの、フレッシュマン、さよなら。